ヨハネスラウ、ヨハネスラウ、ヨハンネスラウ、1931年1月16日から2006年1月27日は、ドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。ノルトライン、イコールベスト・ファーレン州の州首相、1978年から1998年。第8代連邦大統領。 1999年7月1日2004年6月30日国民的人気が高く移民、難民受け入れに関しても積極的な発言を続けドイツ・トルコ間の親善にも尽力したまた2000年にドイツの元首としては初めてイスラエル国会でドイツ語の演説をしたこれ以外にキリスト教的倫理観の立場からクローンなどの 生命倫理に関する問題への発言も多かった。生まれは、ブッパータール・バルメン。プロテスタント一家の5人兄弟の三男として生まれた。ラウの父は、食料を雑貨商を営み、副業としてプロテスタントの説教師をしていた。学校をサボりがちだったラウに対する、父親の意見により1948年に、ギムナジウムを中退し、1949年に、 ブッパータールとケルンの出版会社に見習いとして勤め始めた。また、ベストフェリシェルントシャウ新聞、ウェストハラスケンルーンチャウで働いていたことも知られている。見習いを終えた後、1952年からブッパータールで出版関係の仕事に就き、1953年にビッテンの小さな出版社で編集者になる。その後、ジュジニディッシュとバーラグ出版社に勤務。 1965年には社長になった。1953年に青年の事故との退治とイエスとの出会いが書かれた二つの短編小説、ケーネ・シュピールとウィー・ジー・ゼラとクラウス・ウンと出すホヤを書き、実名で発表したこともある。1952年に初代連邦内務大臣であるグスタフ・ハイネマンは、ドイツ祭軍備に対する抗議から大臣を辞し、2年後には、 設立に携わったキリスト教民主同盟へ、セディを離党した。その後、GVP を設立するが、ラウはこの政党に入党して、ブッパータールでの地域代表になった。しかしこの政党は1957年に解散。ラウは、ハイネマンや他の党員と共に、ドイツ社会民主党、SPD に入りした。なおのちにハイネマンは、第三大連邦大統領に就任し、 1969,74年、またさらにその後孫娘が、ラウの夫人になった。1958年、ラウは、SPD の下部組織、社会主義青年団、ジューススのブッパーダール地区代表に、就任、1962年まで、同年のルトライン、イコールベストファー練習衆議会選挙に、立候補し初当選。 後に大統領となる1999年までこの議席を保持した。1962年から党議院団に加わり、67年にはその代表に就任。同時に1964年から1978年までは、故郷ブッパータール市参事会に属し、1969年から70年には同志の市長を務めた。1968年、 SPD 連邦幹事に選出。1973年から SPD のノルトラインベストファーレン州の党幹事会に加入。77年から98年までは党の州代表を務めた。1978年には SPD 中央委員。1982年には副党首に就任。1970年ノルトラインベストファーレン州のハインツキュー内閣に 科学研究省として初入閣。その在任中、同州には、数多くの大学が新設された、ブッパータール大学、ハーゲン通信大学など。1972年に、芸術家で、デュッセルドルフ芸術アカデミー教授のヨーゼフ・ボイスが、学園闘争を起こした際は話し合いを持ったが、折り合わず、これを各種している。1978年、キューン州首相の引退を受け、 その後継として、州首相に就任した。州首相である彼の指導下で、SPD は1980年、1985年、1990年の衆議会選挙で議席の過半数、絶対多数を獲得し、強固な地盤を守った。とりわけ1985年の選挙は、得票率52.1%で、同州の SPD の歴史の中で最高記録である。 1982年10月からの1年間と1994年11月からの1年間、ラウは連邦参議院議長を兼任した。長期政権を維持したラウは、ビリー・ブラント、ハンス・イコール・ヨッヘン、ホーゲル、ビョルン・エングホルム、ルドルフ・シャーピング、オスカー・ラ・フォンテーヌ、ゲアハルト・シュレーダーと6代もの SPD 党首の下で副党首を務めた。 1987年の連邦議会選挙の際には連邦首相候補として現職のヘルムートコールに挑んだが敗れた。エングホルムが辞任した1993年には臨時代理党首も務めている。1998年5月28日、ボルフガング・クレメントに後を譲って20年に及ぶ州首相職を辞任した。州の党代表職はフランツ・ミュンテ・フェーリングが継いだ。 彼の州首相在任20年間に、同州は他州に比べて明らかに社会的、経済的、技術的に遅れを取るようになったが、これはラウが SPD の支持基盤である労働組合などに配慮した結果、炭鉱など旧体依然とした産業構造を守りすぎたためであると保守政治家に批判された。しかし、ドイツ産業の構造変化はこの州内にとどまる問題ではなく、ラウの施策に、 その原因を返すのは、不当とする意見もある。SPD の重鎮であるラウは1994年に同党の連邦大統領候補となったが、セディが擁立したローマンヘルツオークに敗れた。連邦政府が SPD と同盟90、緑の党の連立政権に交代して間もない1999年、ラウは再び SPD の連邦大統領候補となった。 この時セリは対立候補として、チューリン元州の科学大臣を務めていたダグマー、シパンスキー、そして民主社会党、PDS は、ラウの妻のおばにあたうタランケハイネマンという、共に女性候補を擁立した。1999年5月23日、ラウは2度目の決選投票で当選し、7月1日に第八代連邦大統領に就任した。 連邦大統領としてのラウは演説では自分の言葉で国民に語りかけ、そのテーマは移民受け入れ問題や生命倫理、グローバリゼーションなど社会的なものが多かった。また象徴的役割の連邦大統領としては異例なほど率直な言葉で政治家や財界に責任感や名誉の尊重を要求した。例えば2002年6月22日、 ラウは内政に溶解しないという連邦大統領の慣例かられば異例なことに極めて厳しい言葉で移民法案可決の取り扱いに関する連邦参議院での与野党の紛糾を批判した。これは対立ではなく和解をというラウの信念に基づく移民や難民受け入れを支持する姿勢から発したものだった。連邦憲法裁判所はラウの意向とは逆に可決無効の裁定を下している。 ドイツの連邦大統領には実権はないものの国家元首として76回の外遊を行った。2000年2月16日には訪問先のイスラエル国会クネセトで初めてドイツ語で演説した。ラウはホロコーストについて謝罪し許しをこうた。ただしイスラエルの国会議員の一部には少数ながらドイツ語での演説に抗議して議場を去った者もいた。 2002年6月、2002フィーファワールドカップ観戦を兼ねて日本を訪問。折よく、ドイツ代表チームは決勝に進出し、金城天皇、共済国韓国の大統領金大中大統領、そしてドイツの決勝進出を受けて、急遽来日したシュレーダー首相やシリー内相、フーリガン対策で日本警察に協力、野党指導者のシュトイバー・バイエルン州首相らと、 決勝戦を観戦し、ドイツは、ラジルに敗れ準優勝、あたかもドイツの首脳が、丸ごと来日したかの感を呈した。2004年3月24日にはジブチに、派兵されている、ドイツ連邦軍訪問を急にキャンセルしたが、これは、ヨーロッパの要人を狙ったテロが計画されているという、情報が、情報機関に入ったための緊急措置だった。2003年9月4日、ラウは、 翌年行われる連邦大統領を一気で退任すると宣言した。当時地方議会選挙の連敗で SPD、同盟90、緑の党の連立政権はすでに参議院で過半数を失っており立候補しても当選する見込みが立たないためであると言われた。しかし実際は彼自身の決断によるところが大きくおそらく自分の健康状態の悪化を自覚していたものと思われる。 2004年4月24日、ラウは連邦大統領として最後の外遊先であるポーランド訪問から戻った。同年6月29日にラウは退任式を行い、公認のホルストケーラーに職を譲った。ラウは退任後も様々な栄誉職に就いていたが、それは教育や貧困救済、文化そして教会に関するものが多かった。2000年には、 自身の名を冠した財団を創設している。ドイツ・イスラエル協会会員、ドイツ・ライオンズ・クラブ名誉会員。ラウは1982年8月9日に、グスタフ・ハイネマン元連邦大統領の孫にあたる、クリスティナ・デリウスと結婚し、数を事情を設けた。結婚式は、ロンドンと北海沿岸の保養地シュピー・ケロークの協会で行った。ラウ一家はこの島に別荘を所有しており、 休暇には家族揃って、ここを訪れ保養していた。連邦大統領退任後も真っ先に、ここに向かった。ラウは1995年から腹部大動脈瘤を、患っていることを自覚していたが、職務に、差し触りがあることを恐れながらく手術を受けることを、拒否していた。2000年7月に初めて、エセン大学で、その手術を受けた。2004年8月には、 心臓の人工ベンチ管手術を受けたが、2ヶ月後には大動脈瘤の復腔内出血のため再手術を受ける。ラウが最後に公式の場に登場したのは2005年5月にゾウリンゲンで行われたドイツトルコ友好賞の授賞式、同年10月のドレスデンにおける聖母協会の再建落成式になった。翌2006年1月に 大統領府で行われた彼の75歳誕生日を祝う式典の際は、すでに出席できる健康状態ではなくなっており、その9日後の1月27日午前8時30分頃、ダウは家族が見守る中、息を引き取った。2月6日、ベルリン大聖堂で国葬が行われ、同日近親者のみで埋葬が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。